皆さん、こんにちは。良い一日を。本日のニュースレターには、以下の主要なニュースが含まれています。2021年5月29日、中国メディアの東城新聞によると、浙江省で放流中の取水堰を横切ろうとしたトラックが流される事故が発生した。記事によると、同省大衆市、英豊かちんにある取水堰で29日、回り道を面倒があったトラックの運転手が水流を突っ切ろうとしてトラックを進入させたものの、堰からの水勢に押されて下流にトラックごと流された。幸いトラックはほどなくして大きな石に当たって止まり、運転手が警察と消防に通報、ショベルカーによって救助をされて事なきを得たという。取水堰付近の水深は浅かったものの流れが急で、現場には通行禁止と書かれた防護柵が設置されていたが、運転手は柵を手で開けて強行突破を図ったという。この件について、中国のネットユーザーは、水流の威力に対する認識が甘すぎる。自分が乗っている車が戦車だとでも思ったか、通行禁止の看板を、つば吐き禁止ぐらいに考えてたんだろうな。こんなんで、警察や消防に通報するの、恥ずかしすぎる。取るに足りない楽を求めて大きなものを失ういい例。命を救ってくれた石に感謝するんだな。自分だけは大丈夫って思っているやつ、いるよね。何はともあれ無事でよかったなといった感想を残している。中国、河北省で突然の強い風にあわやの事態です。日本時間の27日午後3時頃、中国、河北省で道路脇の木が強風で倒れ、オートバイに乗っていた女性を直撃しました。女性は病院で治療を受け、命に別条はなかったということです。当時、大気の状態が不安定で、地元の気象台は、平均風速24メートル前後の非常に強い、風に注意を呼びかけていたということです。連日の雨の影響により、湘江の水位が急激に上昇し、湖南省庁佐市の立花コスでは水面に張り出した展望デッキが水没した。同日13時、湘江の調査区間の水位が 35.21 メートルまで上昇し、36メートルの警戒ラインに迫った。調査立花湖景観区は26日21時に緊急閉鎖され、観光客は入場できなくなっている。湘江の上中流から大量の水が押し寄せたため、流域にある巨大ダムの三峡ダムでは、貯水量が増え、三峡ダムの水位はすでに 177.9 メートルに達し、警戒水位を約上回った。当局は水位を下げるため、放水量を過去最高の毎秒76,900立方メートルに引き上げたが、支流河川が、土砂崩れでせき止められて、周辺地域に氾濫する恐れが強まったことから、当局は、住民数千人を避難させた。江西省を流れる収川の永州観測所の水位と尿川上流の主流、岳、安化の湖山観測所の水位が28日、警戒水位を超えた。その影響で、陽湖の水位も急上昇し、警戒水位まで、あと1メートルもない状態となっている。江西省の多くの地域で連日の大雨が降り、その影響から河川の水位が急上昇している。28日午後4時の時点で、収川の永州観測所の水位は 20.46 メートルで、警戒水位を46センチ超えた。尿川上流の主流、岳、安化の湖山観測所の水位は 26.97 メートルで、警戒水位を97センチ超えた。陽湖の基準となる水門ステーションの星子観測所の水位は 18.31 メートルに達し、警戒水位まであと69センチとなっている。現地の水門気象当局は今後数日間にわたり、まだ強い雨が降りやすい天気が続くと見ており、川や湖の水位がさらに上昇すると見られ、水害防止対策の現状に対応し、江西省の川や湖の周辺地域では、水害防止責任制が全面的に実行され、モニタリングや警報発令が強化され、水害防止に必要な物資が十分に準備され、
危険な場所を発見するための堤防パトロールが展開されている。英州圏では4級の洪水、干ばつ緊急災害対策が講じられている。28日午前10時の時点で、長江部間堰ステーションの水位が警戒レベルの25メートルを上回り、25.01 メートルに達したと発表した。湖北省武漢市洪水、灌漑防止指揮部弁公室は同日午前9時、長江洪水青色警報、深刻度レベルは4番目を発令した。中国チャンスー省徐州市で28日、飲食店が爆発する事故があった。同日午前6時、現地時間ごろ、同市の通りに面した飲食店で漏れ出した液化ガスに引火したことによる爆発が発生。付近にいた通行人一人が耳を負傷し病院に搬送されたが命に別状はないという。この爆発で少なくとも周囲の店舗など7件、自動車20台以上が損壊した。中国のネットユーザーからは、なんて恐ろしい。爆発で怖いのは、ガラスの破片が飛んでくること、朝早くでよかった。夕食時だったら、もっと被害が大きかっただろう。徹底した原因究明を求めるといった声が上がっている。中央気象台は、北京市、天津市、河北省、遼寧省などの降水量は、出水期以来最も多くなり、四川盆地西部では豪雨、または、非常に強い豪雨が降り続くと予想している。中国海南省で27日、落雷で一人が負傷、牛40頭が死ぬ事故があり、地元当局が現場で対応に当たった。極め新聞が伝えた。記事によると、事故が起きたのは、東方市三谷鎮に位置する、紅荘村で、住民の話では午後4時頃に雷が、牛の群れに落ちた。群れは、畜産農家4人が、紅荘村で放牧していたもので、当時は合わせて100頭余りがいた。雷に打たれたのは牛舎に入りきれなかった牛だという。また、負傷したのは畜産農家の一人で、怪我の程度は深刻ではなかったそう。